赤道ギニアとアンノボンジマアンノボンジマはアフリカ西岸のギニア湾内に位置する。ビオコ島との間にサントメプリンシペがあり、アフリカ大陸上に最も近い国はガボンである。アンノボン島は中部アフリカの赤道ギニアに属する火山島。1970年代にはパガル島と呼ばれていた。東西4キロメートル南北7キロメートルで面積は 約17平方キロメートルである。波1度24分、統計5度38分に位置する。赤道ギニアは、大陸部のほか5つの島で構成されている。コリスコ島、大エロベイ島、小エロベイ島の3つは大陸方に位置する、陸島だが、首都マラボを要するビオコ島とアンロボーン島は、カメルーン火山列から続く、ホットスポットによって湧き上がった、火山島である。 この二島はいずれもギニア解剖上にある。アンノボン島には598メートルのキオ辺オ山の、他、ポトコとして知られるカルゲラ湖が残る。アンノボン島は、ビオコ島から南西690キロメートルの地点に位置する。大陸とも400キロメートル以上離れている。二島の間には三ト目プリンシペを構成する三ト目、島とプリンシペ島が浮かぶ。アンノボン島は、 赤道ギニア最南部に相当し、国内で唯一南半球に位置する。湿度が高く、高雨、または霧が毎日のようにあり、アンノボン等の雲のない日はほとんど記録されていない。赤道ギニアは7つの県で構成されている。アンノボン島は全体がアンノボン県に区分されている。県とは、島北部のサンアントニオデパレ。アンノボン島の人口は2500人。 主要産業は漁業と林業である。島民は16世紀のポルトガル語の抑揚を残すバントゥー語群の変形ファダンボを用いて話している。アンノボン島の一アンノボン島を発見したのは大航海時代のポルトガル人であり、1474年に到達した。ポルトガル人以前は無人島だった。1784年にポルトガルはスペインにアンノボン島を活場した。 ありがとうございます。